結構危ないかなと思いました。ハマチです。どうぞ。こんにちは、マサトです。今日はこのトルコ、イスタンブールで潜入してこようと思います。もうね、分かりましたよ。自分がどんなに旅動画を上げようと、インタビュー動画を上げようと、やっぱりね、下ネタ動画には再生数が届かない。だからね、今日は皆さんの期待に応えて、ここイスタンブールの飾り窓に潜入してこようと思います。飾り窓というのは、女性が窓際に何人か立っていて、その中から好みの女性を選んでサービスを受けるというものですね。まあ、自分はサービスを受けるまではやらないんですけども、潜入までしてみたいと思います。なんとね、このトルコでは風俗が合法らしいんですよね。しかもね、公営で行われているという。なので入り口でパスポートを見せなきゃいけないという話もあるんですよね。まあ、本当かどうか分かんないんですけど、ちょっとねそれは抵抗があるかなという感じですね。まあ求められたら仕方ないかなと思います。あとはそういうところに行くとぼったくりもあるらしいんですよね。その建物の入り口なのか、その地区の入り口なのか分かんないんですけども、男の人が立っていて、観光客からはね入場料を徴収するらしいです。現地人は無料らしいんですけども、観光客だと分かるとお金を取られるらしいですね。まあ、それも払わないと入れないということなので、まあ、求められたら払うしかないかなと思います。今夕方5時頃なんですけども、多分ね夜は実際の映像とか撮れないと思うんですよ。音声のみになってしまうと思うので、今このまだ明るい時点で撮れる範囲でその辺りの様子を撮ってみたいなと思います。なのでこの夕方バージョンと夜バージョンとどちらも見ていただけたらと思います。ちょっとねまだどういう映像が撮れるかわかんないですけどね、不安もありますけども、頑張って行ってこようと思います。ちなみに場所はね、以前紹介したタクシム広場から徒歩8分ほどとなっております。まあ、情報によるとね、この広場にも立ちんぼが現れるという話なんですけども、まあ、本当かなという感じですね。実際にね、ネットで書かれている情報もね、正しいものばかりじゃないですね。他の国でもちょっと調査してみたんですけど、まあ、かなり適当なことがネットに載ってるなと思ったこともありました。まあ、もちろん皆さんも自分の情報が全てだと思わないでください。自分も間違った情報を発信しているかもしれないです。ちなみにトルコは公営風俗があるくせにエロに厳しいんですよ。ネットでエロ動画とか見れないんですよね。ネットでエロい言葉を検索しても全く出てきません。なのでトルコでその飾り窓の場所とかを調べようと思って、どこにあるかなって検索しても出てこないんですよね。まあ、ネットに詳しい人は知ってると思うんですけども、まあ、VPN をいじれば、見ることができます。そのネットをトルコじゃなく、日本からアクセスしてるよというのに変更すれば、どんなサイトも見れるようになるんですよね。まあ、ちょっと面倒くさいんですけども、いろいろねやり方はあります。特にまあスマホだとね、VPN 猫っていうアプリがあるので、まあ、それを通せばねすぐに、まあ、どんな情報でも見れたりしますね。あとは例えば EU 圏内だと Yahoo Japan が見れなかったりするんですよね。ヤフオクとかも見れなかったりするので、まあそういう時にもそういった VPN を変更するアプリっていうのは役立ったりしますね。まあ、パソコン用にはやり方がまた別にあります。豆知識として覚えておいてください。この辺はまだ結構人が歩いてますね。見つかるのかな。もう結構近いはずなんですけどね。ダマクタリとかいうレストランがあるから、そこを左折って書いてましたね。見つかるかな。もうあってもおかしくないんだけどな。いや、今ね迷いながらやっと場所を見つけました。だけどね、結構ディープな場所で、
映像を撮るのはちょっと難しいですね。あの潜入さえもあまりしたくないですね。なんかね、その店の周りにたくさんトルコ人の人も座ってて、普通の住民たちが建物に沿ってザーって座ってる感じで、まあ何軒かそれっぽい店があったんですけどね、そこに一人で入っていくとか、まあそこを夜一人で歩くっていうのは結構危ないかなと思いました。今実際ちょっとここにいるのも、この時間に一人でここにいるのも結構危ないなと思っています。なので今ちょっと撮れる範囲でやってみようかなっていう感じですかね。ちょっとできなかったらごめんなさい、残念ということで、あの大変申し訳ないですあの一人での撮影なんでね、ちょっと危険は犯したくないので、雰囲気だけでも撮れたらと思います。そんな感じで、タクシム通りに戻ってきました。いやー、イスタンブールの飾り窓どんな感じか分かりましたよ。最初ね、その通りを通った時はね、めちゃくちゃなんか異様な雰囲気で怖いなと思ったんですよ。だけど一回通り過ぎて戻ってきてね、また改めてゆっくりとその通りを見ると、まあそこまで怖くないかもしれないです。まあだけど、まあアジア人はめちゃくちゃ目立つので気をつけるに越したことはないんですけれども、その人々がねたむろしてると思ってたんですけども、たむろしてたわけじゃなくてね、レストランがあったみたいですね。そのレストランの席が外にあるから、みんな外にバーッと壁に沿って座ってたみたいですね。まあ映像にも映ってたと思うんですけども、女性もね2人見ましたね。あのピンクの鉄格子に寄り添ってるというかね、なんかダラーっとしてる感じでいましたけども、それがねもうやばかったですね。結構化け物レベルというか、あの年も結構いってると思うし、女なのかな男なのかなっていう感じで、その辺もちょっと微妙な、うん、妖怪レベルがいました。そしてね、その奥に行くと、まあ通りから入ると手前側なんですけども、手前側にはあの呼び込みの女性も2人立っていて、まあ、その人とねちょっとお話ししたんですけども、価格を聞くと400リラって言ってましたね。なんか言葉何言ってるか分かんなかったので手に書いてもらったんですけども、400リラなので、まあ、日本円で3000円ぐらいですね。まあだけどね、3000円払ってもというか、3000円もらってもね、あれはできないですね。さすがにちょっと、まあ、100万円もらってもどうかなっていうレベルでしたね。まあ、まさかね、そんな人たちがいるとは思いませんでした。ちょっとね、あの中に入って潜入するのはさすがに怖いので、ちょっとね、今回はやめとこうかなと思います。まあ、自分の想像だと、あの建物の前にバウンサーがいるのかなと思ったんですよ。だけどいなくて、呼び込みの人がいて、
その人と交渉してそのまま多分入っていくみたいな感じだったと思うんですよね。なのでちょっと潜入となるともうサービスを受けるみたいな感じになっちゃうので、予定と違うのでやめておこうかなと思います。自分が最初に言っていた身分証明書を見せたり、あとはバウンサーにお金取られたりするのはもしかしたら違う飾り窓かもしれないですね。さっき調べてみたら、また逆の方に、ね、飾り窓があったらしいんですよ。今はちょっとあるかどうかわからないんですけども、そこはそういう感じで身分証明書を見せたりバウンサーにお金を払ったりしたみたいですね。なのでもしかしたら今言った民族は公営じゃないかもしれないですね。ちょっと違法か合法かちょっとわかんないんですけれども、まあ、そんな感じで当初予定していた潜入とは違ったものになってしまったんですけども、トルコイスタンブールの飾り窓の情報をお伝えしました。もしこの動画が役に立った面白かったという人はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。またね。いやー昨日の映像じゃちょっとねしょぼいなと思って、もっといい映像撮れないかなと思って、次の日夜、今ねもう一度飾り窓に行ってきたんですよ。次は客引きの人にチップを渡して撮影させてもらうようにね、お願いしてみようかなと思ったんですけどもね、客引きの人がいなかったんですよね。なのでちょっと通路、そのストリートを歩いて撮ってみたんですけども、まっすぐにね、近くのレストランの人にカメラカメラって言って注意されましたね。なのですぐ引っ込めました。くそ残念ですね。まあでもね今回見た感じは、飾り窓に若い女性もいましたね。若くてまあなんていうのかな、いけるっていうのかな、それなりの女性もいたと思います。まあ若干パワフルかなという感じですけども、ピンクの鉄格子にそれぞれいて、そしてその隣のビルにもね上の方に、上からね下を見下ろすようにしている女性もね何人かいましたね。まあさすがにちょっと一人でねあそこを潜入は難しいかなと思います。まあ仲間が 2,3 人いればねまた別かもしれないんですけどもね、一人だったら申し訳ないですけども、ここまでが限界です。はい、まあでも昨日の情報だけだったらね誤った情報になってしまうので、もう一回今日、夜行ってみてよかったなと思います。ちょっと撮れた映像があるのでね、それだけ、最後にご覧ください。どうぞ。あれ開いてないのかな、客引きがいなかったですね。 あそこにはいます。あれは取れないだろう、さすがに。